では人より早く結果を出す方法シリーズ第11話シンプルについて話していきたいと思います。世の中の人っていうのは物事をこう難しく考えすぎなんですね。いかに物事をこうシンプルに、ね、考えるかっていうことを意識してみてください。あれもしなきゃこれもしなきゃって思い悩んでこう考え込むんじゃなくて、今できることは何なんだろうかっていうことをすごいシンプルに、ね、してこうまず動き出すっていうことですね。そして収入をね、まあ、10倍にしたい場合、10倍働くっていうわけじゃないんですね。いかにその自分のやることをこう少なくして、まあ、外注に頼んだりねして協力者を作ったりとか、そう自分一人でやれることってのは限界があるので、うん、物事をねいかにシンプルにするか、物事をこう簡単にするっていうことをね意識してみてください。どうしたらもっと効率的にね自分が達成したい目標をねこう達成できるかっていうこと、本質をねこう見抜く意識、物事をシンプルに見る、簡単にするっていうことをねこう意識してみてください。今回は以上です。ありがとうございました。